エルザレットゲームチャンネルへようこそ。皆さん、一度は住んでみたい場所ってありますか？僕は海が近くにあるので、一度は水中都市に住んでみたいなと思って毎日海を眺めています。そんな願いを叶えるため、今回は漂流者を支配しながら街づくりができるヘブンドッグをプレイしていきたいと思います。漂流者をこき使いつつ資源を集めて独占し、海の上で最高の人生を過ごせるよう頑張っていきたいと思います。それでは早速プレイしていきましょう。まずは自分のキャラクターからだね。全体的に赤色にしてみました。ちょっと悪い感じもできてよかったね。目が覚めると小さな砂山の上でぼんやりとしていた。なんか元気そうな感じだけどね。どうやら海の真ん中に打ち上げられてしまったようだ。木の板を見つけ、岩を道具にしてなんとか間に合わせのデッキを建てた。もっとデッキを建てて拡張する必要がありそうだ。どうやってここに来たのか覚えていないが、生き残る方法を見つけなければならないようだ。そのうち誰かが見つけてくれることを祈るしかない。自分も漂流してたんだね。さあ始まったね。意外と自由に動かすそうなんだけど、マウス操作でプレイする感じか。浮かんでる木材集めようかな。あ、クリックしたら OK か。遠すぎます。次はデッキをいくつか立ててみようかな。これだね。こういう感じ？あ、意外と簡単にできるね。これで自分の領土がどんどん広がっていくのか。めっちゃ楽だね。これは流れてる木材集めつつ拡張するっていう感じなのかな。多分最初はこんな感じなんだろうね。とりあえず足場ができたんで、次はポンプを立てるみたいだね。まあ漂流したら水大事だからね。とりあえず水集めようか。で、僕の喉の渇きはどれくらいかなと思ったけど、そうでもないみたいだね。まあだけど一応作っておこうか。はい、組む。ああ、僕がするんだ。はいはい。だからここ誰かいれば代わりにしてもらえるってことか。あー、この水汲んでるだけだから飲めないのか。じゃあろ過しないといけないのね。じゃあ意外と本格的なんだね。じゃあろ過器で水作っておいて、その間にさらに領地を広げておこうか。はい、ということでちょっとだけ広げてみました。まあ一人で作業する分には全然問題なさそうな感じになったね。作業台もその間に作っちゃったので、ちょっと作業台見てみようか。農業の研究ができるみたいだね。まあ、これで食料不足が解決できるんだったら早めに農業はしておきたいね。あ、もう研究終わった。早かったね。他に研究できるものがあるか、ちょっと見てみようか。あー、でも新しい素材がないと研究できない感じなんだね。あ、これはちょっと大変だね。じゃあ早速農園を設置してみようか。お、できたできた。これで野菜は作れそうだね。でもなんか専用の種がいる感じなのか。種集めちょっとしないといけないね。でついでにここじゃ場所悪いんで場所変えて並べておこうかな。とりあえず出来上がるのを待ってみよう。キャベツ意外とできるまで時間あったので、ちょっと広くしておきました。まあ、これだけ広ければ人来ても大丈夫そうだね。まあ、ほぼ一人でやってるようなもんだけどね。で、キャベツも回収しちゃいましょう。で、このゲットしたキャベツは研究に回そうかな。あれだね、ステータス的にちょっとお腹空いてきてるね。回復しておこうか。え、これイベントリから直接でいいのかな。お、食べた食べた。思ったより回復したね。あ、これは意外と持つな。腹持ちいいかもね。
炭焼き釜か、作ってみようか。木炭が作れるようになるみたいだね。あー燃えてる燃えてる、結構いい音するね。これは木炭以外は作れないのか、専用って感じなんだね。ご飯作れそうな感じしたけどね、ちょっと残念。じゃあ調理関係の研究探してみようか。あ、調理台あるじゃん。これ研究しないとダメか。これ思った以上に研究大事だね。全く進めれないもんね。しかも今一人だし、夢の会場生活が思ったより完成しないな。一時一人で作業を続くのかもしれないね。では木炭作らないといけないんだね。だ木炭今作ってるから、まあそれを進めていけばって感じか。じゃあ木炭出来上がったね。ちょうどじゃあ燃やしといて、研究はこっち。お、これもう一つの方の肥料は何なんだ。あ、ペンギンのうんちか。あ、ペンギンってそのためにいるな。あの巨大なペンギンでしょ。あれからもらうのかな。なんかちょっと嫌だな。さて研究もある程度できたし、なんか作れるものあるかな。あ、グリルあるじゃん。グリルあるんだね。全然気づかなかった。これ作ったら料理できるんじゃないかな。あ、焼き魚とか焼肉あるね。これいいね。とりあえず魚焼いておこう。あ、意外といい音する。パチ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 なってるもんね。まあこれで食料問題は解決っていうところか。さあ次の日になりました。まあ桟橋作れそうなので作っちゃおうかなと思います。こんな感じになるんだ。へえ。お、早速人来るじゃん。こんな早く来るんだ。いてぇ。雷が降ってきた。ちょっと待ってね。あのね、まず雷が降ってくるのはちょっとおかしいとして、肉がない。とりあえず人話したいんで、桟橋とつなげようかね。よし。話そうじゃないか。まさか他の生存者に会えるなんて、一生バレーボールと話すことになるかと思った。もう一人の生存者、仲間になってほしい。え、こいつ、いきなり住む場所よこすとかやべえやろ。マジか。住む場所要求されるのか。まだ自分の家もできてないのにね。家作ったら一生こき使ってやろう。でもさ、家の研究って肉がいるんだよね、確かね。で、この肉ってどうやって手に入るのかな。ハンバーガーの種種でできるの。この世界は種で肉作れるのか。ああ、あ、本当だ。生肉って書いてある。全く気づいてなかった。とりあえず、種ないから種集めて植えてみようかな。はい、肉植えて、育ててみました。で、必要数の肉ゲットしたんで、早速家を研究してみようかなと思います。で、この肉がさ、思ったよりもハンバーガーだったよ。なかなかハンバーガーだった。早速作ってみようか。お家だよね、お家。自分の家よりも他人の家が先っていうね。開発からか。開発をせねば。葉っぱ、葉っぱ。葉っぱは欲しい。研究、お家。はい。まあ、だーん。じゃあ、家を。建てちゃいまー。どこ建てよう。邪魔なところあってもなー。まあ、端っこ。
にしときましょう。さて、中はどんな感じかな？え、思った以上にしっかりしてる。めっちゃいいじゃん。これいきなり渡すのか。なかなかだな。自分の言えないのにね、絶対こき使ってやる、あいつ。家建ったよ。めっちゃ船がすげえ勢いでどっか行ってる。あれはどういう仕組みなんだ。よし、これで人増えたし、こき使っていこうか。とりあえず水汲みからしてもらおうかな。水の確保だね。あーすごい、キャラの性能わかるんだね。得意不得意とか特殊能力も出てきそうだね。ちょっと人増えたんで食事の準備をしようかなと思います。なんか自動で食べてくれるらしいんだけど、場所がないといけないらしいんだよね。で、調理台を作ればそれが可能になるみたいです。で、調理台の近くに何を置くといい、これか、こうがいいらしい。あー、これで作れるわけだね。あ、調理の敵はこんなに近くなるんだね。もうしっかり働いてんじゃんこいつ。あ、やることでやったらサボらずにいろんなことしてくれるんだね。へえ、これは意外といいね。とりあえず割り振っておいて、暇な時に他のことしてもらうって感じでいいんだ。勝手に社畜になってくれる。あ、すげえ、もう二人目来た。あ、この人ご飯作ってたからもう参加してくれるんだって。めっちゃいい人。一人目と大違いじゃん。あれでもさ、家のマークついてるね。あー、じゃああれか、結局人数分の家がいるっていうことか。あー、わがままだな。作り終わったらちゃんとマーク消えたね。あー、じゃあ人増える分居住地も増やすっていう感じになるんだね。よし、とりあえず今回は2人の漂流者をゲットできたし、どんどん領地広げていけそうな感じがするね。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。